はい、どうも、たぜです。ゆうです。すーです。てれです。起立。はい。気をつけれい。お願いしまーす。お願いしまーす。はい、ということで、はい、今日は自分が若者を代表して、はい、おじさんが立てない。誰がおじさん？誰がおじさんや。アラサー3人組に赤抜け講座をしようと思います。はい、お願いします。もう僕もおじさんです。いや本当にお金を払ってでも受けたいです。そういうことですね。では早速やっていこうと思います。はい、今日は5つポイントがあって、はい、1ヘアスタイル、うん、2スキンケア、はい、3亜鉛、はい、亜鉛4小顔矯正と午後マッサージ、はいはい、5が女の子と遊ぶです。おっと。おっと。おっと。遊んでます？いや全然。でも赤いにしてる。これ結構ちょっと楽しみにしてください。いろいろ理由があるので、何を言うの？遊ぶって後々紹介します。これは、はい、お願いします。まず最初にヘアスタイルから、はい、髪型ですね、はい、自分が垢抜けたいと思った時にやっぱおしゃれな人とかかっこいい人って髪型やっぱかっこいいなって思ったのと、自分大学生なんですけど、はい、その大学の講義で恋愛と結婚の心理学ってのがあるんですよ。面白そう。めっちゃ面白そう。めちゃくちゃ面白くて、うん、それで先生が男子が女子の髪型を気にするより女子は男子の髪型気にしてるよみたいな。あ、そういうの。はい、はい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 、で一番手っ取り早くモテるかなというか。なるほど、なるほど、ね、そうなんですよ。でヘアスタイルまず変えようと思って、はい、まあ、先生、はい、どうしてはモテるんでしょうか。僕の髪型まあまあ女子受けですね。マッシュの次ぐらいに。ロン毛のパーマはちょっとなかなか。ちょっと先生教えてください。サブカルにはモテる。あ、そうらしいピンポイントになっちゃうんですけど、ね、やっぱサラサラなマッシュが一番好きというか、はい、まあ、次にはストレートナチュラルなのが好きなんですけど、ね、はい、でもまあヘアスタイル、はい、本当自分縮毛矯正してサラサラにしたりとか、そう、髭がやっぱクセっ毛だったんで、ちょっと癖を生かしたパーマだったり、うん、縮毛するとこうヘアスタイル整うんですけど、うん、あまりこう癖毛のままとかだと良くないんで、はい、まあ、自分に合った髪型を見つけるために少しいい美容室に行ったりとか、はい、まあ、髪型変えてみたりとか、うん、いろんな髪色してみてヘアスタイルで垢抜けられるよっていうのが一つです。まず一つ目、はい、ヘアスタイルです。なるほど。そう、じゃあ明日髪切ってこう。マシでしようかな。マシ で、はい、前髪作って。そこの問題です。違う。余計ダメだ。そうですね。はい。垢抜けると清潔感で大事だな。大事です。そうですね。やっぱ長すぎるとそれがちょっと確かに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 。はい。髪をしっかり整えて、まあ本当1ヶ月に1回から2ヶ月に1回は美容室に行って、はい、うん、しっかりあの整えるっていうのは大事ですね。うん、整えね。はい。二つ目、はい、これスキンケア。してます。お、してます。素晴らしい。さすが、はい、してます、はい、1日3時間ぐらいします。いやーすごいです。意識高いしね。スキンケアは、はい、まあ、主に、まあ、洗顔だったりもそうなんですけど、やっぱ自分が一番変わったなと思うのは日焼け止め。おー、分かります。本当に毎日塗るようになってから、うん、もう1年中365日塗るようになってからだいぶ変わったなっていうのがあって。何がいいですか？自分はアネッサ使ってるんですけど。僕もアネッサです。本当ですか？はい、ミルクタイプ、資生堂なんでベタつかないっていうのがちゃんと、まあ、メンズは結構そういうサラッとしたのがいいかなと思うんですけど、やっぱスキンケアで日焼け止め塗ってるのにクレンジングとかやっぱしてあげないと、その肌をきれいにしたくて日焼け止め塗ってるのに日焼け止めを落とすためのクレンジングしてあげないと逆にニキビできちゃうんで、あ、ここはもうセットですね。クレンジングと日焼け止め、はい、絶対で、それでプラスそのクレンジングで取った汚れを保湿してあげるのに化粧水だったりとか乳液クリームもしっかりしてあげてください。肌が綺麗だと清潔感もありますし、はい、今まあコロナの時期でマスクとかするんで、うん、しっかりスキンケアしてあげて、でちょっとマスク取るのもちょっと恥ずかしいと思うんですけど、スキンケアしてるとだいぶ自信持ってパッと外せるので、うん、でもそれでやっぱイケメンじゃないと意味ないんじゃないですか？いいえ、そんなことないです。
それが違います。さあ、イケメンではなくてもやっぱ肌綺麗にしとくだけで清潔感出るんで、はい、やっぱそのかっこいいってのももちろんあるんですけど、女性から見て清潔感ってめちゃくちゃ大事なんですよ。やっぱその毛だったり肌のそのニキビがあるないとかってめちゃくちゃ大事なんで、それをちゃんとあのケアしてあげるっていうのはめちゃくちゃ大事です。ありがとうございます。で、3つ目が亜鉛です。亜鉛ってなんか全然よくわかんないんですけど、どういうことですか？あの ZN のZN の亜鉛です。理科でしか聞いてない。そうですね、これあんまりやってない方も多いと思うんですけど、亜鉛不足で身長が伸びてない方って結構多いらしくて。亜鉛不足で亜鉛って食べ物からも取れるんですけど、本当に少量で、しっかりとこうサプリで取ってあげるのが大事らしくて、自分中学から飲んでるんですけど、本当身長もともと普通ぐらいで、亜鉛飲んで1ヶ月後ぐらいにもバーンって身長伸びて。伸びます。ぜひ。あ、でもちょっともう遅いかもしれない。朝は間に合わない。朝は間に合わない。朝は間に合わない。申し訳ないです。俺らもブーツで盛るしかないけど。身長は21歳までらしいので、21歳までの方は。そうだ、今大学入ったからさ、サッカーの方とか、まあ高校生とかね。はい、そうです。本当それで自分も飲んで友達におすすめしたら友達も伸びて、はい、でそれを SNS に上げたりしたら、もう本当に止まったって方も伸びたりしてて、高校生の方だと。そうなんですよ。コンビニから亜鉛消えるんじゃない？いや、もうなくなると思います。極端に DHC とかやりますよね。あー、DHC も。俺は DHC 飲んでて、今はビアナチュラル。肌にも本当に肌に良くて、じゃあ身長伸びなくても肌に良い。あ、本当肌に。アラサーも。はい。アラサーでも大丈夫です。そこは大丈夫です。身長だらけ。アラサーでも間に合います。アラサーでも。はい。もともと身長伸ばしたくて飲んでて、やめて、もともとウルフにしたくて髪伸ばした時も飲んでたんですよ。髪も伸びるっていうので、はい。で、飲んでて、もう襟足いいやと思ってやめたら、めっちゃ肌荒れて、そうです。本当に亜鉛やめた瞬間荒れて、で、また飲み出したら落ち着いたんで、もう今は本当肌のために一番飲んでるので、本当身長伸ばしたくて肌綺麗にしたくて、髪伸ばしたい方、あ僕も美容師さんにお勧めされました。亜鉛飲んだら早く伸びるよ。マジで？本当に。そうなんだ。ガチで、あの、実感できるんで、本当全然。なんでよかったら。その3つが当てはまる方はもう絶対取ってほしいです。これ取りすぎ良くないんで、ぜひ。取りすぎ、取りすぎダメですね。やっぱビタミンって結構なんか出るらしいんですけど、亜鉛も取りすぎるとあんま良くないので、固まる系ね。あ、そうです。なんで1日1錠っていう決まりとかいろいろあるので、サプリをしっかり見てその目安分だけを飲むっていうのがおすすめですね。牡蠣とか食べないと取れないですもんね。あ、そう、本当そうです。亜鉛ってなかなかなくて、でもすごく大事な成分なのに食べ物にあんま入ってないんで。なるほど。それ不足で伸びてない方が多いらしいんで、その服好きな方とか見てると思うんですけど、服好きな方は身長やっぱあった方がやっぱ服も似合いますし、もちろん。でも21歳まで時間伸びないんですよ、そこがちょっとね。そうです、気持ちは21歳なんだけどね。あ、そうですね。ちょっともうそうですね、で気づかない。僕らの無念を今見てる高校生の。あ、そうです。ぜひぜひ試してほしい。亜鉛です。亜鉛が、はい、3番大事ですね。じゃあ結構そうで、ホント大事ですね。これ垢抜けた一つの、やっぱ身長もやっぱ自分に自信がつくので、ちょっと高くなるだけなので、ホントに大事です。かしこまりました。はい、ありがとうございます。4番です。これ小顔矯正&小顔マッサージっていうので、まあ小顔矯正からいくと、自分は本当に元々めちゃくちゃ太ってて顔むくんでて、でやっぱノーマルで撮る時とかもうごまかし効かないじゃないですか、気持ち悪いみたいな。ノーマルって、ノーマルカメラで、ノーマルカメラで撮る時に、何が若者って言うんですよ。あ、そうです。もう訳しますね。ノーマル撮る時やっぱこうむくんでると盛れないんで、あ、やっぱしっかり小顔矯正に行くんですけど、自分は元々何個か行ってたんですけど、あまりこういいとこがなくて実感が湧かなかったんですけど、今言ってるルーツっていう小顔矯正、麻布十番になるんですけど、そこがマジで良くて、ほんと一発で効果感じられるんで。そうです。で、小顔になるだけでもスタイルももちろん良くなりますし、確かにね、そうですね。あ、やっぱマスク取った時の悪いギャップがなくなるので、小顔矯正っていうのと、あと TikTok、はい、痛いんですか小顔矯正って？あ、全く痛くないです、自分で言ってるとか。でも痛いとこもあるんですけど、痛すぎるのもあんま良くないらしくて。なるほど。はい、ダウンタイムが長かったりとか、ダウンタイム終わってもそこまで効果感じないんですけど、痛ければいいってもんでも全然ないんです。なるほど。はい、助かります。で、小顔マッサージ、はい、自分 TikTok やってるんですけど、これめちゃくちゃバズっていろんな方が見てくれて、ほんと保存数も何千いってて、で、インスタの DM でも「てるくん出した小顔マッサージやったらマジでむくみ取れた」とか「親に痩せた？」って言われたみたいな、「顔ちっちゃくなった」って彼女に言われたとか言われる方も多いぐらい、もう無料で今すぐできるんで、はい、なんでこれはもうお風呂で
夜ぜひやってほしいです。これ TikTok に載ってるんで、てるくんの見ながら今日風呂入る。あぜひぜひやってください。好きな時みんな顔2分の1くらいあみんな小顔そうです、小顔はマジで大事ですね。へ、まあ、ほんと無料でこれはマッサージできるので、しかも効果も感じられるし、もっと歯磨きと一緒で習慣化すれば全然苦労ないんで、はい、本当にこれを歯磨きとかと同じような感じで習慣化してもらって、もうむくみ取ってもらう感じで、はい、ぜひやってみてください。これは年齢関係ないんで、アラサーの参加の王様。ああ、本当ですよね。はい、アラサーできるんで、もしよかったらやってください。はい、ありがとうございます。はい、最後です。最後ですね。最後ね、一番ね、まあ、ドキドキする。ちょっと。できないよ。これ気になってると思うんですけど、ラスト、女の子と遊ぶっていうことなんですけど、やっぱりテレ君遊んでるんですか。質問あります。はい、はい、どうぞ。彼女でもいいんですか。 OK です。おお、これは彼女でも OK です。いや、女の子と遊ぶっていうのは、はい、そもそものこの垢抜けをする理由っていうのが、自分はもう率直に言うとモテたいからっていうのがまず根本的にあるんですよ。なるほど。はい、でそれで女の子と遊ぶと何がいいかっていうと、この垢抜けのモチベーションがまずグッと上がります。はいはいはい。女の子と遊ぶことでかっこよくいたいな、身長高く見せたいなとか、あマスク取った時に肌綺麗じゃないとなとか、うん、顔ちっちゃく見られたい、写真撮る時にかっこよく写りたいっていう気持ちからこれができるようになるので、うん、その根本的なのが女の子と遊ぶと、はい、こうモチベーションがグッと上がるので。なるほど。はい、なんでこれで垢抜けられるってあるんですけど、まあ、女の子と遊ぶって一見聞くとちょっといやらしい感じになっちゃうかもしれない、うん、そういうわけではなくて、そういうわけではなくて、それだけなくて、まあ、彼女でもいいんですけど、いろんな人と遊んでいろんな方のこう会話とかして慣れて、まあ、慣れないと自分に自信だったり余裕がなくてうまくいかないこともいっぱいあると思うんですよ。そうだね。本当慣れってめちゃくちゃ大事なので、うん、まあ、女の子に慣れておくっていう理由で女の子と遊ぶっていうなんか大事になってきますね。はいはいはい、なるほど。はい、そういう営みとかじゃなくてってことですか。あ、そうです、はい、もう普通にご飯行くとかでも何でもいいんですけど、うん、まあできればちょっと違う方と行くっていうのも結構いいです、ね、なるほど、なるほど。まあ若いうち遊んどけって大人がよく言うんですけど、まあ そうですね、そういうことかなって自分は今ちょっとまだ21歳ながら思ってます。そういう意味か。最近の Tinder の広告もすごかったですけどね。あ、そうなんですか。あ、そうなんですね。そうなんです。はい、あの若気の至りって書いてありましたそれちょっとないかもしれない。そういう意味でやっぱ女の子と遊んでおくっていうのはめちゃくちゃ大事なのかな。女性になれるっていうのはすごい大事なことではあるなとは思いますね。確かに。特に僕はもともとずっと女性のアパレルの店舗に立ってたんで、うん、女性とコミュニケーション生まれるとなんかいろいろとね、なんかこう生きる上のコミュニケーション能力がすごいついてくる。ああ、それはありますよね。うん、そうですよ。コミュニケーション能力上がるっていうのもだいぶ大きい。そう、ありますよね。はい、でもモチベーションをこう保つためにって一番大事ですね。そうです。続かないと。そうです。意味がないから。はい。やっぱ自分垢抜けってやっぱ何か目的がないとなかなか努力できないんですけど、うんうんうん、こういう例えば1週間後に女の子と遊ぶ予定があれば、ちょっとじゃあ高校生行ったりとか、あ、ちょっと髪切りに行こうかな、メンテナンスしようかなとかなると思うんで、うん、そのためにやっぱ大事になってきます。なるほど、なるほど。思ったより深かった。そうです。女の子と遊ぶんだから俺が「イエーイ!」「やめろ!」みたいな。そうなんじゃないです。今の、はい、若い世代の女の子と遊ぶっていうのは意外とそんな感じじゃなくて、あ、そう、一昔前です。一昔前とそれは誰が一昔前ギャップをちょっと感じちゃった。誰がギャップや。でもなんか僕らも本当にアパレルもそうじゃないですか。そうですね。ヘアスタイルが大事、はい、スキンケアが大事、うん、でできればスタイルよく、うん、服はかっこよく着こなす方が絶対にいいってこともあって、これをやっておくとやっぱりファッションとしても楽しくなるような気がしてて、うんうんうん、確かに。でも21歳でここに気づけてるってことはもう僕らの年の中で、いや羨ましい。もう顔なくなるんじゃないですか。小顔矯正しすぎて顔なくなっちゃう。なんでもし質問とかあれば、はい、ぜひ。ああ。これ以外でもなんかこれ自分やってますみたいな、はいはい、これ頑張ってますみたいなあれば、はい、あ、はいはい、大瀬さん、ファッションはどの辺まで垢抜ければいいでしょうか。ファッションは、はい、ちょっと行き過ぎると、行き過ぎると、そうですね、行き過ぎ、行き過ぎちょっとやりすぎだとあまり垢抜けではないです。垢抜けではない、自己満になってきてしまうので、やっぱシンプルな格好、綺麗め、清潔感のある格好が、まあ、垢抜けっていうのには一番いいかなと。なるほど。あまりガラガラとか、ちょっとジャラジャラ、ジャラ、あ、いいっすね。あ、リュウ君、リュウ君、それジャラ、あ、やばい、それやばいっすね。ジャラジャラ、その、俺よりやばい、やばいっすね。今
思う。ダラジャラはちょっとなるほど、ね、なるほど、はい、チャラく見えてしまうというか、あ、いい印象がなくなってしまうので、確かにファッションもできるだけ清潔感があるスタイルが、うん、まあ垢抜けって面ではいいかなと思います。確かに。鈴くんとかどうかですか、なんか他にあやってる垢抜けとかあれば。はいはい、どうぞ鈴くん。高校の時から結構減量を頑張りました。あ、それも大事です。はい、食事制限、自分もオートファジー、大成さんもやってるんです。やってます、はい、16時間断食っていう、16時間何も食べない、水だけっていうのやってるんですけど、それが一番こう体重が増えなくなったな、それやってから、うん、やっぱもう1日1食か、まあ、1.2 食にすることであんまり体重が増えなくなったので、体重もやっぱ大事です。小顔っていうのもつながってます。食べ過ぎるとむくんだりするんで、うん、やっぱスタイルよく見せるためにも食事制限はめちゃくちゃ大事です。その一食って何にしてるんですか？一食、自分は本当も好きなもの食べてます。ああ、逆に、はい、食事を楽しむのもやっぱ大事なんで、うん、やっぱあんま我慢しすぎるとやっぱ肌荒れちゃったりとかするんで、うん、その一回は楽しんで、あとはもう我慢する、うん、でも慣れると意外とそこまできつくないです。確かに、うん、僕も本当にそれなの、うん、一食めっちゃ大事にする。あ、わかります。その一食のためにあ、気分ね、どういうかな。あー、わかります。楽しいにもなる。そう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 、はい、それはめちゃくちゃオートファジーのいいところ。そうですね。あ、そうだ、うん、リュウ君は何かありますか、質問とか。僕は質問じゃないんですけど、眉毛やってます。ああ、眉毛めちゃくちゃ大事です。一緒です。はい、やっぱ特に前髪ない人、おでこ出す人は眉毛おすすめだと思います。なんか眉毛って男性だと3割が第一印象ってめっちゃ大事じゃないですか、うん、2秒ぐらいで変わる、まあ、決まるらしくて、眉毛が3割らしいんで。おー、眉毛3割。しかも今あのコロナ禍でマスクつけてると思うんで、ね、余計眉毛ってほんとめちゃくちゃ大事だし、意外とみんな気にしてないので。顔変わるもん。顔変わります。本当そうっすよ。本当になんか自分で整えるのももちろんいいんですけど、うん、やっぱ一回プロに任せるとめっちゃ仕上がり違いますよね。違う、おすすめです。めちゃくちゃいいと思います、眉毛サロン。はい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 、はい、大瀬さん。僕は全身の毛がないです。おお、全身脱毛してると。はい、僕は毛がないです。俺も全身医療脱毛してます。あ、すごい。やっぱ毛は清潔感に直結するの で、ね、うん、全身脱毛もすっごくいい垢抜けです。そうですね、ちょっとお金かかっちゃうんですけど。そうです、コストがちょっとだけね。素晴らしいと思います。ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。たまにでも彼女にびっくりされません？んない。あれ違った。あれ違った。全身失礼いたしました。あ、ほんとこれ、ほんと今日からできるやつばっかなので、はい、確かに意外とコストもかからないものばかりで、うん、もうこの矯正ぐらいなので、あとはほんとすぐできるし、あれとかも数百円で薬局だったりドンキとかコンビニも売ってるので、多分この後僕買います。もうぜひ、うん、買ってください。通常は見ないかもしれない。そうです、おじさんすちょっと年的に。あれがおじさんかな。ママ頑張ってんだよ。俺も僕らアンチエイジング頑張りましょう。アンチエイジング頑張りましょう。若返りで、はい、お願いします。以上なんですけど、これ本当今日からすぐできるものばかりなので、よかったら皆さん取り入れてみてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。わかりやすかった。はい、まあ僕らもうアラサーなんで。そもそもね、僕のチャンネル見てくださってる方も多分同じぐらいの年の人とか多いと思うので、うん、ぜひそこ取り入れてもらって、うん、てる先生のね、アカン芸術を、はい、僕らも、うん、あの参考にさせてもらって、すぐこの後あえを飲みます。僕はまず、はい、で、彼女にもっと好きになってもらえるように頑張ります。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。みんなのアカウントとか、てるくんのアカン芸術の TikTok とか概要欄に載せとくので、みんなで見て、勉強しましょう。はい、はい、ということで、この動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。オッケー、オッケーです。楽しかった。いやー、楽しい。めっちゃ楽しいね。